おまけのグッズ紹介、えー、まあいろいろと本編でお見せしましたけれども、うん、実際でもさ梶田君が使えるものってある、うん、俺普段あの見ての通り、り大体いつも同じ格好で,でカバン持たないでしょそ<う>でもし使うとして強いて言うんだったら T シャツ類ですかね T シャツは普通に着ると思います俺の場合はどの T シャツ着たい うーんこの中だとまあこれはいけるでしょでもそれならいける正面中村さんだし<ょ>、うん、いやいやお前やちゃうやんいや正面俺だとあ俺に俺になっちゃう,うそう俺に俺になるから俺に俺を組み合わせるのはちょっとなくないですかデニムオンデニムみたいな感じでよくないですかなるほどで10代美少女は消えるな消えるんだうんそう想定外で これは着ないな。なんでやねん <laughs> まあ俺に俺だから。だから俺はほら俺に俺、かじたオンかじたはないでしょ。なるほどね。

キャラクターにしやすい人の特権,だよ、うん、特権かな中村 <laughs> <あ>さん逆にその自分のプリントされた T シャツを着,り着ますそんな丸出しででもブクちゃんの絵ってさ、うん、この、うん、デザインセンスすごい高いからさ、うんあまあ、確かにそういう意味では着やすいよねそうですねうん,うん確かにこれは2人ともどっちも着れると思ううん周りの人からもさそのブクちゃんの描いた俺の似顔絵すごい評判よくてさうん、うん、なか なんかこうあんまり俺似た絵がないのようん、うんうん、まあまあまあそうですよね作りにくいみたいな、うん、ブクちゃんのやっぱ一番特徴を捉えてますよねみたいな感じよく言われるからいやオシャンティーだしね<ー>かわいいしそうこれはまあん、うん、中村さんのもう SD キャラってこれでイメージ固まっちゃったなって感じすらあるもんな,なん目のとこゴミついてほ、うんはだ、い いいですよねこれいい、うん、これはいいなぁとでこういったやっぱポーチとかあるじゃないですか、うん、まあ俺ほら普段何も持たないって言ってますよ、うん、旅行行く時だけはねああこれだけ持ってね、うん、これだけ <laughs> これ一つで、ね、これにパンツを <laughs> いやいけるな <laughs> あの本当に大体俺が旅行行く時ってパンツと替えのシャツと靴下 の3種の種うでしょなんかだってね前、うん、テレビでやってたからか誰だったか芸能人の人も紙袋で旅行来た人いたらしい、うんうん、いた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 誰だっけななんから空港に紙袋だけ持ってきて「大丈夫?」って言ったけど「<う>何が?」っつってそう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 いう人いるんですよ、ねうん、だから海沙もねパスポートさえ入ればもう問題ないわけだからそう俺の場合はあの清潔ささえ守れればそれでいいんで。うん パンツとか下着類の替えだけは必ず用意するんですけれども上着はぶっちゃけこの革ジャン1丁あればどこの国でもいけるんで <laughs> そうマジな話ああ万能ですよオールシーズン対応ですよ夏はいらんけど <laughs> <laughs> まあでもいい感じだよね <laughs>、うん、いい感じですしあとこのポーチね、うん、あのこのしゃがなグッズのみでもいろんな組み合わせができると思うんですけどこれつけたりとか,確かに、ね、あとは 裏側のこの空きスペースにこのニッチャリブクちゃんを貼ったりとかなんか入れとったりするんでしょ？そうそうなんか俺なんで透明なんですかって聞いたら、うん、中のものを分かるプラスさそう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 ここの内側にこれを入れといたら、うん、ちょっと透けて見えだから <laughs> なにすりガラス越しブクちゃんみたいなすりガラス越しのニッチャリブクちゃんハ <laughs> とはっきり出てますはっきり出てくるんだはっきりブクちゃんう <laughs> ああジョーカーみたい <laughs> ハハハハハハて言った時のジョーカーみたい <laughs> 距離取るとうっすらブグちゃんになって近づけるとああででうわ出たはっきりブグちゃんになってますああ出たね,うー出たねでうっすらブグちゃんになり <laughs> <laughs> いいねこ,れこういう遊び方できますんでね リフレクターかじたも何な,ならおしゃれに1種類くらいこういうところにつけとければこれ黒強すぎるなちょっと自分のポーチだって目印になるでしょ確かにねこれ周りにわしゃがな視聴者ばっかりだと自分のがどういうか分かんなくなるかもしれないんそんな時にこのリフレクターかじたそれこそアクキーだってあるわけだからそう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 アクキーぶら下げてもらってねなんならアクキーこの裏側に入れてもらって大事に持ち運んでもらえれば はい、ね、いいと思います、うん、あとは、えー、そこのゴミ箱も空きスペースせっかくたっぷりありますしステッカーペタペタ貼ってあ,あこれは確かにステッカー貼るにはいいの、うん、で自分なりのアレンジをしてくださいよ、うん、そうだねリフレクターここにつける予定なのあいいんじゃないですか<と>リフレクターそこそ、ね、そつけてみてくださいよ <laughs> このラバーストラップはこれなんつうんですかミニフックみたいなのついてて 取り外しもしやすいんでね。うん、ぜひキーとかにつけてもらって。こういう感じだよね。いいですね。また裏返っちゃう。ん和車がなっていいですね。リフレクターかた。か裏,裏返ったときに、ちょっと。あれですね。うん、裏表。がはっきりして。あ、そうだ。デコボコは表面,表,面表面。表面なんで。裏ロゴ入れちゃったんだよね。うん、そう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 。 これロゴ外しちゃってもいいかないい気がしてきたねでも梶田君がパチモン作られたら困るって言ってた、ね、そうあのー、バカ売れした時に鬼滅みたいにパチモン作られたら困るじゃないですか <laughs> お前の本当と比べるところがトップオブトップだね <laughs> <laughs> もしかしたら梶田がこう世界で大ヒットする可能性もなくはないかかんないからね分かんないからね,かからねブレイクは、ねうん、いつ何時起こるか分かんないわけだから俺らもしかしたらサンリオみたいに 伸びる可能性だってありますし。サンリオと比べる。うん。歴史あるぞ。可愛い,い,い,いの象徴になるかもしれない。そうね。うん。なんでちょっと。キャラがちょっとサンリオと比較するには足りなさすぎる、ね。三 <laughs> 人で勝負をかけて。よ <laughs> だって。なかなかじゃあ、武具部の三人で勝負をかけるには。ちょっと強すぎないか、キャララインナップが。サンサンリオだって最初はキティさんから始まったんですよ。まあ、あっという間にバツバルとかいた気がするけど。<laughs> <laughs> まあね,ね、えー、ぜひ皆さん、各お々の,おの,の楽しみ方をしてくださればと思います。すね、この数字次第でね、第二弾があるか。うんえー、提供ムービックは消えてるか。もう、割とリアルな話。かもしれないですね。そこらへんも要注目で。よろしくお願いします。はい